それでは今井遥選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。あの演技を終えられた直後はすごくこういい表情しているように見えたんですけど、どうだったですか？少し緊張してたのもありましたし、あとちょっと自分自身重心がすごくいつもより高いかなっていうので不安、演技中も結構不安で、あのちょっと大丈夫かなっていう思いがあって、でもその中で全体的にまとめられたことは良かったかなって思います。あの特に2週間前がちょっと悔しい思いをされたとおっしゃってましたからね。はい、2週間前はもう本当にまず滑り切ることができないぐらい体力がなくなっていたので、本当に2週間しかなかったんですけれど、でも頑張れるだけ頑張りました。グランプリシリーズこれで開幕戦を終えたわけですけれども、改めて振り返ってみてどうだったですか、ショートフリー？そうですね、ショートプログラムはずっと飛びたかった3回転3回転が入ったことはすごく嬉しくて、滑る前とかの気持ちの持ち方とかそういう面のコントロールはうまくできたと思うので、あとは得意なジャンプで得意なはずのループジャンプを失敗してしまって、そこは今後の課題だなって思うんですけれど、でもグランプリ開幕戦で自分の状態がベストじゃない中ここまでできたのは次につながるかなって思います。次はフランス大会ちょうど1ヶ月ありますけれども、どんな大会にしたいですか？もう本当に次のグランプリシリーズまでは1ヶ月空くので、ここでもうしっかり練習して今回悔しかった思いを晴らして今度こそ表彰台を目指したいと思います。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。